ちょっと終わりすぎました。あんまり前に、少し趣向を変えまして、ピアノ、ベース、ドラムの本能です。それではここでベースとドラムの演奏をご紹介します。ベースは栗原雅さん。慶応民主大学中にコンタラバス奏者として長編成のジャズ演奏活動を行う方、伊藤隆太氏に指示して作・編曲法を学びました。40年近い会社生活の後、ジャズ演奏活動再開、East of the Sun、オカ CD を3枚制作。目下はジャズ演奏のほか、学友見高い合唱団などの編曲および伴奏を担当しています。ドラマは遠藤志乃さん。遠藤さんは過去2回 OSS コンサートに出演して、今回が3回目になります。遠藤さんは16歳からドラムを始め、 RCC ドラムスクールのコンクールで女性初のグランプリを獲得。その後同スクールで講師を務める方、プロとして幅広く活動していました。現在は7歳になる男の子の母親として、子育てを中心にピアノの藤田さん率いるボランティアグループのサポートドラマーとして、地域の子ども向けコンサートに出演したり、少しずつ活動を再開しています。ではこのメンバーの皆さん、皆様の話題よくご存知の曲を演奏いたします。どうぞお楽しみください。頑張れ。励ましの言葉。
ね。うん、今三味線だったから。ほら入ってる。入った。なんだ。Thank you.
事に終わりました。ジャズトリオ、ありがとうございます。